ドルフ・ラングレンは、スウェーデン・ストックホルム出身の俳優、カラテ屋、修士、フルブライト小学生。本名は、ハンスルンド・グレーン。身長高章196センチメートル、体重108キログラム。愛称は、人間格弾頭。スウェーデン王立高科大学在学中に、極真会館スウェーデン支部に入門して、カラテ道を学んだ。1979年に、 日本で開催された第2回オープントーナメント前世界空手道選手権大会にスウェーデン代表として出場。まだ茶帯だったが2回戦までの2試合ともに膝蹴りで一本勝ちを収めた。3回戦では同大会で優勝した中村誠に3回の延長戦の末判定0対3で敗れた。審判長を務めた大山マ達から次の世界大会では 本命となるであろう、選手の一人と高い評価を受け、将来を職望された。当時の格闘技メディアはラングレンをスウェーデンの若高と称している。1980年と1981年にはヨーロッパ、1982年にはオーストラリアにおいて、キックボクシングの大会に出場しこれを制覇している。1988年に来日した際には、 極真会観想本部へ総裁である大山マスタツを表敬訪問。その場で2段を授与され、そのやりとりは極真会館の機関紙である月刊パーカ手テにも掲載された。東京体育館で1991年11月に開催された第5回オープントーナメント全世界空手道選手権大会と2011年10月に開催された新極真会の 第10回全世界空手道選手権大会で、それぞれ演舞を行った。1990年アメリカ合衆国でのモデルの仕事を経て、1985年に、早くとして、007美しき獲物たちに出演し、映画デビューする。同年、ロッキー4、炎の友情で敵役イワンドラゴ役に抜擢され、その男性が顔立ちとビルドアップされた肉体で一役、脚光を浴びる。 ドラゴ役について、当初ラングレンは、背は高いが、ヘビー級ボクサーを演じるには、線が細すぎるとして、先行から外れていたが、本人の熱心な売り込みと、空手で鍛えたボクシングにはない軌道のパンチが監督、脚本、主演のシルベスター・スタローンの目に留まり、スタローンと共にウェイトトレーニングに励んだ結果、ほぼ筋肉のみで25ポンドの増量に成功。これにより、 ドラゴ役を正式に打診され、アクション俳優としての大きな飛躍のきっかけを作った。これ以降、一貫してアクション映画への出演にこだわり、ディフェンダー、レッド・リベンジャーでは監督業にも進出している。1996年に開催されたアトランタオリンピックでは近代五種競技のチームリーダーを務めた。軍務経験者であり、 スウェーデン軍の海岸領兵出身である。スウェーデン王立工科大学、シドニー大学、ワシントン州立大学、マサチューセッツ工科大学で、数学、物理学、科学を学んだ。シドニー大学では修士を取得。フルブライト奨学金を得て MIT に進んだ。上記の留学により、母国語である、スウェーデン語の他に、英語、ドイツ語、フランス語、日本語を使いこなし、 さらには、知能指数が160であるとも言われているが、それらについては、本人は否定している。1994年にジュエリーデザイナーの姉って、首ベリと結婚。1996年に、長女2002年に次女が誕生した。ありがとうございます。